坂田朱康6月4日から1984年1月6日は日本の昭和時代中期から後期の銀行家。長崎県佐世保市に本店を置く地方銀行である神話銀行の頭取を長年務めた現在の佐賀県佐賀市諸富町出身。旧制から土中学校を経てシンガポールにあったアングロチャイニーズスクールの小学部を卒業後、 神戸の鈴木商店に入社。1923年に、同社の先輩であった北村徳太郎から招かれ、佐世保商業銀行に移り、同行を母体の一つとする神話銀行が設立されると、その経営陣の一員となる。専務取締役を経て1960年4月に、陶取就任。以後長期にわたり、陶取を務め、 佐世保商工会議所会頭等,等も合わせ歴任した。1978年12月20日、佐世保市名誉市民表彰。1984年1月6日、死去、去年85。銀行経営のから、鈴木商店入社前後から親しんだテニスの普及促進にも努めた。長崎県定休協会名誉会長を務めたほか、1977年には、 文部大臣表彰を受けた。また、1983年には日本テニス協会より厚労省が送られている。ありがとうございます。